大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は14日、敵地サンフランシスコで行われたジャイアンツ戦に2番 DH で出場し、今季12号本塁打を放った。6日どう7日のマーリンズ戦以来、出場6試合ぶりの一発。リーグトップのマーセル・オズナ・ブレイブスに再び並んだ。この本塁打は打球速度182.4キロ、飛距離は135.9メートルでわずかに届かずライトスタンド後方の通路に着弾。スプラッシュヒットには142メートルが必要されており、約6メートル届かなかった。野球界最高の選手が野球界最高の球場でヒットを打つ。これまで、オラクルパークのその部分までボールがそこまで飛んでいくのを見たことがあるかどうかはわかりません。そこにボールが打たれるのを見たことがない。またまた大谷タイムです。ああ、そこはボンズの領土だ。ムーキーと大谷が同じ打線で打つことはボストンではありえない。長い間私を苦しめることになるだろう。ジャイアンツ、これから10年間、あいつと対戦するのを楽しんでくれ。お前らバカどもは、それに値するし、それ以上のものをもらうに値する。わあ、今年3番目に長いホームランだ。投手の反応が最高です。サンフランシスコでは野球ボールがこの場所から出ることはあまりないが、大谷翔平にとっては問題ない。ジャイアンツファンの友人たちおい、大谷のホームランを捉えたぞジャイアンツファン今とても葛藤している。まあ、オラクルパークでも大谷翔平が活躍しただろう。球場の最奥まで打ったホームランは、446フィート、時速113マイルだった。大谷はトリプルスアレイで壁を越えるスプラッシュヒットをしそうになった。そうなるとは思っていた。絶対に不可能に思えたが、大谷がそれを可能にした。大谷翔平は見ていてとても楽しい。ぜひおすすめします。止められないすごい。ショアクルパークへようこそベイビー。バリーボンズの再来だ。